歩く死骸は1936年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画である。マイケル・カーティスが監督を務めた本作にはボリス・カーロフが主演し、リカルド・コルテス、エドマンド・グウェン、マーゲリット・チャーチル、バートン・マクレーンが共演した。本作はカーロフ演じる主人公のピアニストが濡れ衣を着せられて処刑された後、科学者によって蘇生する内容である。 弁護士のノーランたちは自分たちに不利な判決を下す、小判事の殺害を計画する。実行するのは、殺し屋のトリガーらだが、自分たちに、権利のかからないよう、かつて小判事によって服役したピアニストの、ジョン・エルマンを罠にかけ、濡れ衣を着せることにする。殺人は実行され、エルマンは逮捕される。ノーマンが、 エルマンの弁護士を買って出るがもちろん有罪にするためでエルマンの死刑が決まる。実はトリガーの犯行は死体蘇生を研究するボーマン博士である助手ジミーとナンシーによって目撃されていたものの二人は脅されて黙っていた。エルマンの処刑の直前二人は両親の過酌からワーナー・ケンジに名乗り出るがノーランの妨害によりエルマンは処刑されてしまう。ボーマン博士は 無実と分かった、エルマンの蘇生手術を引き受ける。生き返ったエルマンは、事件の記憶は失っていたものの、臨死体験で得た、不思議な超能力により、犯人を見抜くことができた。そして、エルマンは自分を死に追いやった5人を次々に訪れる。エルマンが手を下すことなく、犯人たちは、全員が自滅してゆく。本作のエグゼクティブプロデューサーであるハルビー・ウォーリスは、 1935年8月16日に、歩く死骸と題した6ページばかりのあらすじを、プロダクションスーパーバイザーのルー・エデルマンに送ったと、記している。原案を書いたのは、エワート・アダムソンとジョセフ・フィールズ。11月1日、走行が、マイケル・カーティスに送られた。撮影開始のに、3日前。 主人公のエルマンを演じる予定のボリス・カーロフから主人公が言葉を喋れなくなるのは過去に自分が演じたフランケンシュタインと似ている点やエルマンがターザンのような貧瘍性を見せるて観客から笑われないかといった懸念を指摘された。ボリスはその解決のためさらに3名のライターを雇った。エルマンとフランケンシュタインの怪物との類似は発語だけでなく ボーマン博士がエルマンを蘇生させるシーンにおいて、音楽が劇的に変わる点、脈動する危機器、傾いた、カメラアングル、彼は生きているという博士のセリフなどに見られる。撮影は1935年11月23日から12月にかけて、カリフォルニア州、グリフィスパークとワーナーブラザーズのスタジオで撮影された。アービング・ラパーも、スタッフとして参加しており、 話は良くないとしながらも、カーティストの仕事は楽しかったと10回している。風切りは1936年2月29日。バラエティ市1936年3月4日号で、表者、オデックは、ショック映画が好きな人なら、満足できると書いている。監督と助演者たちは、脚本家たちのとんでも科学に、 どうにか信憑性を与えようと苦心しているが、彼らにできたのはせいぜい緊張が途切れないようにサクサク話を進めたこと。さらに、カーロフは過去の芝居を切り売りしなければならなくなったとカーロフに同情した。ありがとうございます。